はいどうもパチオです。今日はですねちょっと天気悪くて、今さっきというか今もなんですけど雨降ってまして、それとね雨降ってるにもかかわらず、まあって言っても水たまりができるレベルの雨ではないですね。ポツポツ来てるみたいなレベルなんですけど、そんな雨が降っているにもかかわらずね、もう今声入ってるかもしれないですけどね、ソフトボールと少年野球のね、関係でグランドというか僕がいつもいるところはグランドの横なんですけど、その駐車場がね、満席になっている状態で人もいっぱいいるということで、ちょっと違うところに来てます。近くなんですけどね、まあ少年野球もそうだし、まあ、ソフトボールの女の子たちがいるんですけど、まあ、中学生だと思うんだけどね。いや頑張ってるね。僕も昔ね野球やってたし、ソフトボールもね小学校の 1,2 年生ぐらいの時に社会人の体育、試合にね、練習試合なんですけど、打席だけ立たしてもらったことがあるんだけど、あれ球速いんだよね。その時はね、バットにかするのが精一杯みたいな感じで。でしかもね、入ったところが結構リーグの上のところでやってる人たち の男性 のソフトボールだったんで、かなりエグかったっすよ。でうちの親父がさ、あ手加減しないでやってくれって言って、結構力入れて、その全力ではないにしろ7、8割ぐらいな感じで大人の男性がねソフトボールで投げてたんで、もう打つなんて考えられないみたいな。でね、少年野球ね、なんか女の子すげえ多くてね、ま、僕が見ただけでも6人ぐらいいたんですよ。ま、多分ねそこで試合やって形式でやってたんで、ま、30人ちょいぐらい人がいて、ま、親御さんもいっぱいいたんだけど、その中にね6人ぐらい女の子いてね、まあ、少年野球レベルだとね、発育もね女性の方がまず成長が早いですから、別にいてもいいんだろうけど、僕らの頃ってのはね、例えば少年野球の監督の娘さんがそのチームに入ってピッチャーやってるみたいなチームはあったし、同じチームに2人ぐらいまではね一応女の子がいることもあったんだけど、僕のチームにはいませんでしたし、まあいるとしてもね非常に珍しかったんだけど、一つのチームにこんだけいるのかすげえなーと思って、あと野球のユニフォーム姿の女の子かわいいなとかね、余計なことを考えました。はい、今日の話題なんですけどね、なんか支援するつもりでネットで戦ってる人っているじゃないですか。僕もね政治的なコメントをする人たちにねちょっとレスバみたいなことになったことになるんです、あるんですけど、なんかね真実の放送を伝えることじゃなくて、そのネットで虚飾をして大げさに伝え、まあその応援するつもりでやってんすよ。おかげで余計に嘘っぽく見えることってないっすか？なんか何が何でも支援ってどうなんだろうって思うんすよ。間違ってることは間違ってるって言わないのかなみたいな、そんなような感じのことをね、僕はねちょっとね山本太郎さんで思ってしまったんで、そういう話をしようと思います。ですね、まあもともときっかけはね山本太郎さんがね被災地に入ってカレー食ってるっていう話からの批判が巻き起こったことで、僕はそのニュースを見にいろいろねそのネット記事を漁ってたんですね。でそんな中でね被災地でねなんか泥かきをしてる山本太郎さんのね絵面があったんですよ。でその絵面の写真をねまあ見て、ふーんって、あーなんかポーズだよねっていうね、なんかやってるふりとかするの大事だよね、今そのフェーズなのかな支援って、っていうことを思いながらね、まあでもねせっかく来たんだからなんかそういうやってる姿を見せるのも一応政治家としては大事じゃないですか。まあだからね僕は生冷たくね見守ってたわけですよ。もうそもそも行くなよって思いながら、そうなんですけどね、とあるところでそのまた別の写真があったんですね。山本太郎さんがね泥かきをしている写真です。そこにはね先ほどと全く同じ構図にもかかわらず
その最初の写真はいかにもポーズな感じの、綺麗なズボンで綺麗な長靴で綺麗なシャツを着た、山本太郎さんだったんですね。ところがね、あの次の写真はね、その全く同じところにドロドロになる加工をしてある山本太郎さんだったんですね。だからね、うわーやっちゃってんなーっていう、まさかこれ公式じゃないだろうなと思って見たら別に公式じゃなかったんで、ちょっとそれは一安心したんですけど、次なんですけど、山本太郎さんがね、現地入りするときにね、なんか松葉杖をついてね歩いてる写真というのがあったんですよ。まあ元々ねなんか車椅子の写真とかもあったんですけど、そんな状態で行ったら迷惑になるんじゃねえのかって僕はね、心ないことを思ったんですけど、まあそれはそれでね、まあ入っちゃったもん仕方ないじゃないですか。まあまあ別にね、あなたがどんだけ怪我してようが、まあ入ったんならね、被災地のために頑張って行動しろよと思うわけですよ。さっさと帰れとは思いましたけどね。でね、とある時にね、てか今日なんですけど、見たら、山本さんがね、なんか、その買い物袋みたいな、袋に、荷物をいっぱい持って歩いてる写真が、ね、ネットに上がってたんです。で、なんかね、不自然なんですよ。体がね、斜め向いてるというか、体、重心のかかり方がおかしな写真で、あれーっていう感じだったんですけど、これ、それよく見たら、松葉杖をついて歩いてる山本太郎さんのね、写真だったんです。で、を、松葉杖ついてるところを、買い物袋に支援物資をいっぱい持って歩いてる山本太郎さんという風に加工した写真だったんです。これさ、まあ、これはね、誰がやったのかっていうのは僕は全然分かんなかったんですけど、こういうことするとさ、本当にやってるいいこともさ、偽物として扱われない？大丈夫？支援者の人たちは山本太郎をネットのおもちゃにしたくてそれをやってんのかっていう話なんですよ。か、なんか政権を叩くための叩き棒として山本太郎が使えれば使い捨てでも別に構わないぐらいのつもりでやってるんですかね。僕はちょっとそれがわからないというか、それがね、非常に腹が立ったんです。まあ、支援するならね、普通に支援すりゃいいと思うし、それについてね、まあ、僕は考え方が違うんですから、特に文句を言う立場ないんですよ。ですけど、そんな風にね、なんかね、嘘をついたり、ね、虚飾を混ぜたりとかさ、話を大きくしてみたりとか、なんかそういうことはする必要ねえんじゃねえかなっていうか、ね、しちゃいけないだろって逆に思いますけどね。これをしたことによってね、今回、来たという事実は残りますよ。で、来たという事実は残るんだけど、そういうコラ画像みたいな感じのやつが、多分一生残り続けることになるでしょうね。こういう偽物の写真ができましたみたいな。ということになりますから、これね、全然プラスになってないんですよ。しかもこのね、全然プラスになってないことを一つのやつは間違いなく支援者がやってるんですよね。ということでね、それ全然支援になってないからっていうことを思ったわけです。まあよくよく考えるとね、昔からネットのおもちゃになるものっては、例えばアニメとかのコラ画像とかもいっぱいあるじゃないですか。まあ現実社会の実写のコラ画像とかなんとかだと、シャムさんとかが有名なんですけど、あれと同じようにね、まあ例えばさ、何かにつけて自爆されるヤムチャとかさ、まあなんかそんな感じのことがあるわけですよ。まあ多分だからね、せっかくそのいいことをしてるよアピールで向こうに入ってるにもかかわらず、信者の人たちのおかげでコラ画像が作られてもう大変なことになっちゃってる。なんならそのもうね、多分おそらくですけど、今後ね、嫌ってる人たちから大喜利大会にされるんじゃないかなっていうのが安易に予想されるわけです。ということでね、そういうことをやる、支援するつもりだったらもっと別の方法あるだろうみたいな。で、募金とかがね、一番いいと思うんですけど、昨日ぐらいからね、YouTube の方で、花咲くいろはっていうね、アニメ作品の一挙放送が始まりました。この一挙放送なんですけど、富山県の会社かな、確か PA ワークスって、確か作ってる会社はそこじゃねえかなと思うんだけど、っていうね、会社、の作品の一挙放送で、ここでね、動画を見て視聴したら、ね、広告収入が入るじゃないですか。その広告収入はすべて、今回のなんか唾が飛んだぞ、
話、ね、あ今回の震災の、ね、義援金として寄付されるということで、別にね家でゴロゴロしていても支援はできますというね、そういうねだから募金の金額でね、なんかこんだけ 私はこんだけ金額した、ね、寄付したで私はこんだけ寄付したみたいなね、なんかね、粗品さんだっけ、競馬でお金儲けたお金をね、なんかね寄付したらそれに対して元ジョッキーの藤田真嗣さんという方がね、噛みついて、それでねなんか炎上したりとかそういうこともありましたけど、別にさ寄付金額とか寄付をするとかいう行動とかさそういうのは別にどうだっていいんですよ。でもね別にそうやってお金を積まなくったって支援できる方法はいくらでもあるんでね、みんなゴロゴロ寝っ転がりながら支援っていいんじゃないですか。数分間でも見に行くっていいと思いますよ。なんかちょっとねバズりに協力するみたいなそんな感じでそれでね視聴者が何千万とかなったら、あこのアニメ作品こんなに人気があるんだっていうことでね、YouTube の方が勝手におすすめして、それでもっとね視聴者が増えるみたいな好循環にもなりますからねはい、ということでね、まあ、支援にもいろんな方法あるけど嘘とか言うなっていうそういう話でした。はい、終わりにします。以上パチオでした。バイバイ。